じゃあ、当時の、この年のドラフトの1位、中日は誰なんですか ?1 位は。鹿島さんかな?あ、この熊本さんに。はいはい。でも、その年、その中日が優勝した年だったんです。ほう。だから、ウェーバーで言うと一番ケツだったわけですね。はい。で、ジャイアンツは荒木大輔を指名して外して、はい。で、中日は、立教の野口さんというピッチャー行って、はい、それも外したんです。はあ、でも、その後、今はほら。当時は一巡目は、くじ引きもう一回やらなかったんですよね。はい、こう二回目はもう、指名した順に決まっていっちゃったんですよね。ウェーバーですもんね。それで、中日が、よりもジャイアンツが前で。前。で、ジャイアンツが僕をバンと指名しちゃったので、もうそこで決まっちゃった。ほー。で、まあ、でもその時中日さんがその後僕を指名しようとしたか分かりませんよ。はい。はい。でも、その前にも取られちゃったので、はい、もう取りようがなくなっちゃったんですよね。はー。